兄貴の奥さんって綺麗だよな。前から思ってたけど、最近さらに美人だな。俺の嫁とは大違いだわ。それって本人に言うこと私に言ってどんな反応を期待してるのよ。そういう風に伝えればお前の見た目が少しは改善するかなと思ってさ。嫌味だなとしか思わないけど、お前はそういうところがダメなんだよ。は 向上心がないっていうかさ、兄貴に聞いたけど、さなえさんってスキンケアにも気を使ってるし、お前みたいにニベアで済ませるようなことしてないみたいだよ。俺は恥ずかしくなったよ、お前と結婚したことが。よくそんなこと言えるわね。普通思っても言わないんじゃないっていうか、自分の兄の奥さんと比べるとかどうなの不愉快でしかないんだけど。なんだお前。もしかして焼いてるのかはい 俺が早苗さんを褒めてるから焼いてるんじゃないのか醜い女の嫉妬はさらに醜いな。何を言ってるのかわかりません。勝手に勘違いしてるけど、私はただ不快なことを言うのをやめてほしいだけです。 不快に感じるのは図星だからだろ。俺に色々言って欲しくないんだったら、自分を磨いたりすれば。私だって努力してるけど、仕事と家事と育児で精一杯なの。お兄さんはいい旦那さんなんじゃないですかはぁ、あ、俺と兄貴を比べるとか、どういう神経してんだよ。俺たちを馬鹿にしてるのか。自分は私とサナイさんを比べてるくせに、私には冗談でもそういうことを言わせないのね。当たり前だろ。嫁なんだから俺に失礼なこと言うなよ。なんで夫のあんたは私に失礼なこと言っていいの よくわからないんだけど。ああ、もううるさいな。俺と兄貴を比べるような嫁は捨てるぞ。それが嫌なら、さなえさんみたいに自分を磨けよ。自分から言い出したくせに。本当に子供っぽいのね。この間はありがとね。 こちらこそ、また今度お茶でも行きましょうね。さなイさんが仲良くしてくれて嬉しい。私も、あやのさんが仲良くしてくれて感謝してる。うちは子供がいないから、二人を見てると可愛くてね。でも、子供が生まれてからは老け込んじゃってね。旦那にはさなイさんの美貌と比べられて、さっきも喧嘩になったところよ。比べるなんて失礼だね。みんなそれぞれ違うのに、私のスキンケアがダメだから、さなイさんを見習えって言われたよ。子育てしてたら大変だもん。仕方ないよ。私は時間があるから、 からそうできてるだけででも仲良くしてくれて嬉しいしまた今度家にも遊びに来てねありがとうそうさせてもらうねそれじゃあまた大変だえどうしたの何かあったの兄貴が事故に遭ったらしいえ事故にお兄さん大丈夫なのダメらしいえダメってとりあえず病院に向かうよお前も来るかもちろん行くよさなえさん大丈夫かな大丈夫だこれからは俺が支えるから えサナイさんには、俺の支えが必要なはずだ。そうだね。家族の支えが必要だよね。俺がいるからもう大丈夫だって安心させる。それじゃ、病院に行くわ。わかった。私も向かいますね。 どこに行ったのもう葬儀始まってるけど。外でタバコ吸ってる。そろそろ戻ってきた方がいいと思うんだけど。いろいろ考えてたんだけどさ。離婚してくれないえ俺、早苗さんと結婚するから、離婚して。いや、何言ってんのそういう冗談言うのやめた方がいいよ。このタイミングで不謹慎だよ。本気だから、冗談でこんなこと言うわけないだろ。え本気で言ってんの俺、正直ラッキーだと思ってる。何がは 前から美人のさなエさん狙ってたの知ってるだろお前より全然美人だし、どう考えてもお前よりさなエさんの方が嫁にふさわしいよ。本気で言ってるのこのタイミングで当たり前だろさなエさんも正直、俺のこと気になってると思う。俺がここ数日、一番近くで支えてたし、間違いなく、俺と結婚したいはずだよ。 へえ、それ本気で思ってるんだ。俺にはわかるんだよ。さなエさんも俺に魅力感じてるみたいだし、ここで俺が押してやらないと男じゃないだろう。そうなんだね。自分のお兄さんが亡くなったのに、よくそんなこと言えるね。お兄さんに悪いと思わないのまあ、兄貴はかわいそうだとは思うけどね。だって、あんな美人と結婚できたのに。まあ、自分の人生の幸運を全て使い果たしたんじゃね。俺にチャンスが回ってきたから別にいいけど。 お兄さんが亡くなったこと、何とも思ってないみたいだね。仕方ないって。いつまでも悲しんでても仕方ないし、俺が前向きじゃないと、さなえさんを励ませないだろということで、離婚してくれ。お前はもう不要だから。本当にそういう発言できる神経を疑うけど、もうこれ以上何を言っても無駄みたいだね。俺とさなえさんの愛は止められないからな。じゃあ、本気で離婚したいんだ。そうだよ。 こんなチャンス逃すわけないだろう。兄貴が事故で救世するとか俺にチャンスが回ってきたわ。兄貴の嫁さんと結婚したいからお前とは離婚する。わかった。 お幸せに。お、悪いな。お前には前から美人のさなイさんを狙ってたこと話してたし、自分の中でも整理がついてたんだろう。自分の子供のことも兄のことも何も考えられないくらい好きなら、勝手にすればいいんじゃないですかお前は分かってるな。俺の恋は止められないんだよ。そもそも私と結婚してた間から狙ってたとか、堂々とそんなこと言う最低すぎる夫には、私も愛想が尽きたから、離婚を決意しました。喜んで離婚させてもらいます。ありがとな。 これで俺もやっと自由だ。幸せになれるぜ。浮かれてるけど、これからは地獄が待ってるのよ。覚悟しておきなさいよ。おい、どこ行ったんだ俺の荷物どこそっちに置いたままですけど、自分の実家なんだから探せばいいでしょお前が荷物は管理してるだろいつも。ね、どこ行ったんだよ子供たちは今更何言ってるの私たちはもうその家には泊まりません。私は自分の実家に帰らせてもらいます。え 実家ってなんでだよ何かあったのか自分がさっき何を言ったかも覚えてないの本当に無責任にも程があるわね。俊介、あんたとは離婚しますから。え、本気で本気だって自分で言ってたでしょだから私も喜んで離婚させてもらいます。いや、離婚はするつもりだったけど、こんなすぐに兄貴の葬儀の夜だぞ。少し空気読めよ。空気読めてないのはそっちだろうが。え 自分の救世した兄の葬儀中に嫁に LINE で離婚を要求したのよ。どっちが空気読めてないと思うそれは早く伝えた方がいいかと思って。そうですね。いつ伝えても同じか。こっちも離婚のつもりですから、医者料もたっぷり請求させてもらうからね。え。 医者料当然です。なんでだよ。早苗さんとはそんな関係じゃなかったし、これから正式に付き合っていくために、お前に先に離婚を伝えたんだろ俺が何したって言うんだよ。他にも浮気相手がいるのは分かってんのよ。う<え>、バレてないと思ってた あんたが早苗さんを狙ってたのは知ってたし、気持ち悪いなと思ってたけど、他にも複数浮気相手がいたわよね。私たち家族のことなんてどうでもよかったんでしょバレてたのかなんでバレバレに決まってるじゃないむしろ隠せてると思ってたことの方がびっくりだわ。あんたが今後どうしたいのかは知らないけどね。こっちは一車料請求させてもらいますから。 浮気相手と勝手にお幸せに。待ってくれよ落ち着いてくれ一車料とか物騒なこと言うなよそれと、サナエさんのことだけど、サナエさんの前ではカッコつけて、いい旦那感出してたけどさ、サナエさんはもう全部事情を知ってるからね。え、どういうことサナエさんドン引きしてるから、今後は一切無視するつもりだって言ってるわよ。 なんでだよサナさんが言ってるってどういうことサナさんと私、結構仲がいいのよね。二人で食事に行ったりもしてたし、うちに遊びに来てもらったこともあった。はそうなの何度かその話もしたけど、俊介は私の話なんて聞く耳持たずだったもんね。ずっとスマホいじってばっかりだったし、そんな大事なこと話してると思ってなかったから。まあ、サナさんには事情全部話したから、かなり引いてたよ。当然だよね。旦那さん亡くなったばかりなのに、義理の弟に、ね 選ばれてるとかキモすぎそれ本当にさないさんに言ったのかなんで余計なことするんだよほっといてくれたらうまいことやったのにうまいことってさないさんがあんたと付き合うとでも思った誰がどう考えてもさないさんはあんたに見向きもしないでしょうね 普通に考えて、亡くなった旦那さんの弟よ論外中の論外だし、今回の話を私から聞いて、お仏を見るような目であんたを見るでしょうね。なんでだよこんなはずじゃなかったのに。だから早苗さんさっき話しかけたのに無視だったのか様子おかしいとは思ったんだよな。お前のせいだったのか。 私のせいっていうか、自分のせいだろ、このアホ。医者料も養育費もしっかり払ってもらうから、あんたとは離婚です。浮気相手とお幸せに。お前のせいでサナイさんとうまくいかなそうなんだよ。医者料とか養育費とか払えって言われるのも無理だし、復縁しよう。はぁ俺たち、離婚なんてやめようよ。ちょっとした夫婦喧嘩だろ仲直りして、今まで通りの生活を送ろうよ。無理に決まってるだろうが。 さなえさんが無理だったからって、調子よく私に復縁要求目を覚ましな、この非常識クズ男。そこまで罵ることないだろう。浮気のことは水に流そう。幸せにするから。あんたとの離婚が決まった時点で、かなり気が楽になって、もはやすでに幸せ感じてるわ。え、そうなの非常識で自己中なクズ男は、これから地獄に落ちてもらいます。<laughs> ま、自業自得だし、仕方ないよね。 その後、慌てた俊介さんは必死で綾野さんに復縁を迫りましたが、一切無視されたんだそうです。さなえさんにも言い寄ろうとしたそうですが、こちらも一切無視。ブロックまでされたのだとか。浮気相手は事情を察したのか、すぐに逃げ出して、俊介さんは捨てられ、家族もいなくなり、両親にも事情が知られて、感動されたのだそうです。親族にも知られて恥をかき、顔向けできない状態だとか。 全てを失ってしまった俊介さんは、彩乃さんに泣きつきましたが、高額医者料と養育費をただ払うだけの関係となり、絶望することしかできなかったみたいですね。自業自得な結末ですが、自己中すぎた俊介さんには、今後も孤独な生活を送ってもらいたいものです。